鐘の音が聞こえるかね。雷のように大きく、ささやくように小さい、救いの鐘の音が。さあ、今ここに語ろう。花の町に住む怪物の物語。グロリアスマスカレード。グレンの花と救いの鐘。もう少し、もう少しだ。もう少しで、あの忌々しい者どもを消し去ることができる。その時こそ、我々は解放される。私がこの手で、皆に平和をもたらすのだ。失礼します。ナイトレイブンカレッジの皆さんが到着したようです。早くお迎えに行きましょう。今行く。どいつもこいつも浮かれおって、なんとみっともないことだ。まあよい。私も彼に会えるのが実に楽しみだ。待っていたまえ、マレウス・ドラコニア。幻の遊園地ブレイフルランド。そこでは毎日が日曜日。仲間が大勢いて楽しさいっぱい。ただし決して忘れてはいけないよ、あなたの中の両親。ステージインプレイフルランド。踊る人形と幻の遊園地。ちょいっと、そこ行くお方。今お時間よろしいですか。ああ、ちょいちょい。君だよ。そう、あなた。いかにも利発そうな未来の学者さん、うん、あなた様はプレイフルランドの噂をご存知で。そう、あの幻の遊園地がなんと今目の前にあるんです。実はこの非常に貴重なチケットをあなた様に差し上げたいと思いましてね。なぜって、そりゃあもちろんあなた様がスターになるべきお方だからですよ。そうだよな。ほらね。ですから遠慮なんかしないでください。俺がこの名に誓ってお約束いたしましょう。きっとあなた様ならこの遊園地の大スターになれるってね。そうと決まればさあ行きましょう。幻の遊園地プレイフルランドへ。素敵なお方、こんばんは。この良き出会いにキスを。時にあなたはハロウィンをご存知ですか。知らない？ああ、それはいけないね。ハロウィンとは恐怖。ハロウィンとは憧れ。ハロウィンとは悪夢。この夜を尽くして我が輩があなたに教えて差し上げましょう。これぞハロウィン。
これこそがハロウィン。そう、これがハロウィンだ。もし、ねえ、もし、あなた、この腕の中で眠る素敵な人、我が輩の声が聞こえているかな？ねえ、あなた、どうかそのまぶたを開けてくださるといいのですが。